ではここからしばらくはこのランクに関する性質がどんどん出てきまして、でこれを使ってそのランクの言葉で連立一次方程式に関する性質などを述べていくことになります。まず最初に出てきましたのはこの K の 2.9 ですね。教科書ですと52ページの下の方にあります。でちょっとこれは何言ってるかちょっと説明しましょう。これは見出しがついていて、正則行列の積によるランクの普遍性ということで、まあ、A を M 行 N 列の行列、それから B を M 次正則行列、C を N 次正則行列をするときに、この A にですね、左側から B をかけて右側から C をかけても、ランクは元の A のランクと変わらないというのがまずこの主張です。で一応まあ証明がさらっと書いておりますので確認しますと、じゃあとりあえず、そうですね、この BAC とそれから A っていう行列をちょっと比べていますけど、まずこの BAC に対してですね、そのなんかある、B' とそれから C' という正則行列をかければ、なんか回数標準形が得られるわけですね。でそれから、元の A に対して、これ B の W' と C の W' っていうのをかけると、またこれに対しても、その回数標準形が得られるわけです。でところが、その、そうか、こちらに着目しますとですね、これっていうのはその BAC に対して B' と C' をかけて回数標準形にしたっていうもともとの操作なんですけれども、よく見るとこれっていうのは元の A に対して左側から B' B っていうのをかけて、右側から CC' をかけて回数標準形にしたとも言えるわけですね。ですので左側も実はこれ A の回数標準形を求めたと見なすことができるわけです。で回数標準形にしてしまうと、この R とこのですね、斜めに並んだ1の個数っていうのはどれも変わりないっていうことを言ってますから、どちらもこれ A の回数標準形と見なせば、この R と S は等しいということにが言えます。ここまでいいでしょうか。はい、次はですね、点値行列をとっても回数変わらないっていう性質で、これが教科書53ページの K2.10 にあります。一応主張を説明しますと、 A を M 行 N 列の行列とするときに、 A の点値行列のランクは A の元の A の行列のランクに等しいですよというのが、まあ、主張ですね。でその証明を一応確認しておきますと、仮に A にですね、左側から B って行列をかけて、右側から C って行列をかけて回数標準形になったとしましょう。で、こうしますと、今度は全部この両辺の行列全部点値行列にするわけですね。そうすると、BAC の点値行列っていうのはこういうふうにかけます、C の点値行列かける A の点値行列かける B の点値行列ということになって、まあ、それぞれの行列の点値を取って順番を反対にすると、逆順にするということになりますね。でこれが、今度はその、まあ、こういう行列でこの単位行列が並んでるんですけど、これ、N 行 M 列の行列であることに注意してください。で結局点値行列にとっても回数標準形の中でこの1の並んだ個数っていうのは変わらないということで、A の点値行列のランクも A のランクに等しいということが言えます。はい、で次の性質はですね、今度は行列の積のランクです。教科書ですと、K の 2.11 ですね。で、ここでは、その A を M 行 N 列の行列で、B を L 行 M 列の行列で、C を N 行 K 列の行列っていうことで、まあ、ちょっとなんかいっぱい出てきて、こんがらがりそうですけども、とりあえず、B×A とそれから A×C が定義できるような行数と列数になっているってことは注意しておいてください。でこの時に、まず B×A のランクっていうのはランクの A と等しいかそれより小さい、それから A×C のランクも元の A のランクと等しいかそれよりも小さいということが成り立ちます。一応これも証明がありますので一応確認しておきます。まず A に対してですね、 B1 を M 字の正方行列、 C1 を N 字の正方行列として、
B1 を左からかけて C1 を右からかけたものが、まあ、こういうその階数標準形になったとしましょう。で、この時にですね、このランクの A×C を調べています。すなわち、まあ、そうですね、こういう関係が成り立つ時のランクの A×C のランクっていうのを調べてみます。で、これ、ちょっといろいろ式変形をするので、ちょっと見て、注意深く見ていくんですけれども、まず、この A×C の A と C の間に、わざとですね、C1×C1 の逆行列を突っ込みます。まあ、これは、どうせ単位行列になるから等しいわけですね。ランクは等しいわけです。で、次に、この一連の行列の席に左側から B1 という行列をかけます。で、これはB1 というのは先ほどここでかけた行列なんですけれども、この B1 は正則行列ですので、正則な行列をかけてもランクは変わらないという性質を使います。そうすると、まあ、B1 かけてもランクは変わらないと。で、今度は、この B1×A×C1×C1 のインバース ×C っていう行列の席を、左側の B1×A×C1 と、それから C1 のインバース ×C っていう行列の積に分けます。これはまあ行列の積の結合法則でこう分けるんですけれども、こうしますと、このランクっていうのは、この階、こちらですね、これは先ほどここで求めた階数標準形と、それからそれに対して右側から C1 のインバース ×C っていうのをかけた行列のまあランクに等しくなるだろうということを言ってるわけですね。で、この2つの行列の積なんですけれども、最終的にはこういう、C' と0からなる行列になるわけです。で、ここで注意点としましては、この右側からかけている C1 のインバース ×C っていうのは全部これ列の変形ですので、この行には作用しないわけですね。ですので、この単位行列のこの部分の行変形はしないので、この非ゼロの行が減ることはあっても増えることはないということに注意してください。そうすると、この C'0 っていう行の、まあ、非ゼロの行はですね、R 以下ということになります。R っていうのはもともとの A のランクでしたから、そうすると、最終的にこの AC のランクっていうのは、ランク A と等しいか、それより小さくはなっても大きくなることはないということが結論付けられます。で、あとですね、すみません、この最後の1行、今日配布した資料で落としてしまったんですが、教科書には載っているので、補っていただきたいんですけれども、BA のランクがどうなるかということですね。で、これについては、その、点値行列をとって、もうランクは等しいということでしたから、A の点値×B の点値の積のランクに等しいということは言えてました。ですので、これを作った上で、これ、で、この上の議論に帰着させます。そうしますと、このランクの A の点値×B の点値っていうのは、もともとのランクの A の点値行列以下で抑えられるということが、まあ、言えるわけですね、この上の議論から。で、さらに、先ほどの性質、先ほど述べた性質から、A の点値行列のランクは元の A のランクに等しいということも言えるので、まあ、最初の議論を使ってですね、このランクの BA に関しても、ランクの A 以下になるということが言えます。ということで、注意しておいてください。はい。それから、次がですね、正則行列のランクに関する性質です。で、これはですね、その、A のランクから A が正則か否かということが分かるという性質です。一応 A はここでは N 次正方行列とします。で、この時に、A のランクが N である、N に等しいことと A が正則であることが同値であるという性質です。一応これも証明が上がりますので確認しておきます。まず、もし、ランク A が N に等しい場合は、どうなるかっていうと、ある正則行列 B と C が存在して、A の左側から B、右側から C をかけると、それが N 次の単位行列になるということですね。で、これは何を意味しているかっていうと、
B と C というのは共に正則行列ですので逆行列が存在して、でこれをうまく書けますと A というのは B の逆行列かける C の逆行列を表すことができます。で、B と C は逆正則行列ですから B の逆行列と C の逆行列も正則行列だと。で、正則行列の積は正則行列だから A は正則行列だというふうに結論付けられます。まあ、こんなふうに短い文の証明の中ですけれども、これまで出てきた行列の正則に関する性質とかですね、いろいろ使っていますので、どこにどういう性質を使って証明しているのかというのを確認してください。はい、で次に逆向きですね。A が正則というのを仮定して、ランク A のランクが N に等しいことを示します。A が正則ですと、この時A の逆行列は存在しますね。でそれもしかも A の逆行列も正則です。で、それを使うとですね、A のインバース ×A×EN ですね、単位行列イコール単位行列という形で表せます。で、これは、実はその A の左側から何か正則行列をかけて、右側から何か正則行列をかけて、その回数標準形を出した、そういう式と捉えることができるんですね。で、この形で回数標準形が出たということを意味しているので、A のランクは N であるというふうに結論付けることができます。だから、なんか計算やってるんですけど、この計算がですね、この式がですね、こういろんな状況によっていろんな意味を持つんですね。ですので、例えばこうやってなんか単純に計算式に見えるんだけど、実はこれは回数標準形をことを意味しているんだとか、そういう式にいろんな意味が持たれています場合がありますから、だからそういう式の持つ意味っていうのを一つ一つ確認していくことが大事です。ここまでいいでしょうか。はい。で、今度はそのランクと関連してですね、今の逆行列に関する性質について一つありますので、まあ、それも述べておきます。ここの話はですね、教科書ですと54ページの K2.13 ですね。まあ、K2.13 は左の逆行列は逆行列ですということを言っていまして、今ちょっと皆さんの中には疑問を持った人がいるかもしれませんが、逆行列に左も右もあるのかっていう疑問を持つ人はいると思うんですけども、実は行列っていうのは皆さんやこうちょっと計算式で分かったように、左からかけた場合と右からかけた場合でそのかけた結果が等しくなるとは限らないわけですね。そうすると左から何かかけて単位行列になるような逆行列行列のことをここでは左逆行列って呼んでます。こんなふうに感じですね。まず A を N 次正方行列としたときに、まあ、ある N 次正方行列 B がですね、A の左からかけて、その結果が単位行列になりましたっていうときに、これは A の左側からかけたときに A を単位行列にするような行列だから、まあ、A の左逆行列と便宜的に呼ぶことにします。で、逆にですね、A の右側からかけてなんか単位行列にするような逆行列を、まあ、A の右逆行列と呼ぶことにします。でここで言っているのは何かっていうと、この B がですね、A の左逆行列だった場合には、実は B は A の右逆行列にもなってますよと。すなわち、B を A の右側からかけても単位行列になるわけなので、結局結論としてこの B っていうのは A の逆行列と言えて、A は A と B は共に正則ですよっていうことを言っています。でこの性質はこちらにありますように、その B がですね、A の右逆行列、すなわち A の右からかけて単位行列になる場合も同じような性質が成り立つということを言っています。で、これに関しては証明はですね、まあ、いろいろできると思うんですけども、一応ランクに関する性質をこれまで述べてきた性質を使って、まあ、この教科書で示しています。まず N っていうのは、N 次正方行列のランクなわけなんですけれども、これが今ですね、仮定では B×A がこの N 次正N 次単位行列に等しいですから、ランクの BA に等しいと。で、ランクの BA っていうのはさっきの一般論の話でランクの BA 以下で抑えられていると。で、ランクの A は、まあ、N 以下。A は N 次正方行列ですね。A のランクは N 以下ということで、この不等式を全部見ていくと、実はランクの A は N に等しいということが言えます。で、先ほど直前に示した K の 2.12 から、
A のランク、A が N に等しい平方行列で、A のランクが N に等しいということは、まあ、A は正則ですよということが言えるわけです。で、この時に、その、まあ、A が正則ですから、A の逆行列が存在しますということで、この B っていうのをこう変形していくとですね、B は B×N 次単位行列なんですけど、この単位行列は A×A の逆行列に等しいと。で、ここでもう一回、この BA っていうのは、仮定から、この、N 次の単位行列になりますから、これ、実は A の逆行列に等しいということで、まあ、AB も単位行列になって、B も正則であると。で、B は A の逆行列だということが言えるわけです。はい。ここまでよろしいですか。で、ここでですね、まあ、大体ランク の, いろんな性質をばーっと述べてきましたけれども、ここからだんだんその、ランクとですね、そのベクトルの線形独立か線形従属性に関するちょっと性質に入っていきます。ちょっとそうですね、教科書と説明が前後していますけれども、次述べるのが定理 2.14 で、これはランクとの線形独立性に関する定理です。で、A をですね、M 行、N 列の行列としたときに、2つのことが言えて、まずランクの A は、この A の線形独立な列ベクトルですね、だから行列の各列を列ベクトルと見たときに、その A の線形独立な列ベクトルの個数の最大値に等しいと。あと今度は A のですね、行ベクトルの並びとして見たときに、ランクの A というのは A の線形独立な行ベクトルの個数の最大値にも等しいということが言えます。まあ、これも、一応証明があるので確認しておきましょう。まず、この証明ですね、以下の事実を使います。この教科書にですね、問題 1.15 っていうのがありまして、これどういうことを言っているかというと、次のようなことです。もし、A1 から AS、これは N 項の数ベクトル空間ですね。A1 から AS っていう N 項のベクトルがあって、B が N 次の正則行列であるときに、A1 から AS が線形独立ならば、その A1 から A2 の左側に B をかけたベクトル、S 項のベクトルも線形独立であると。だから、その線形独立の関係っていうのは、ベクトルの線形独立の関係っていうのは、正則行列をかけても変わりませんよっていうことはまず言っています。それから、もう一つ用いる事実はですね、この K の 2.9 にありましたけれども、まあ、A を M 行 N 列の行列としたときに、まあ、B と C がそれぞれ正則行列で、この B と C を A の左側、右側からそれぞれかけてもランクは変わらないという性質がありましたので、この2つの事実を証明に使います。で、この2つの事実から言えることはですね、その例えば今、じゃあ先に A がの列ベクトルが線形独立かどうかということをちょっと調べてみましょう。でその時には実はこの A の列ベクトルの線形独立かどうかっていうのは、その A を簡約階段行列に変形してから調べても、意味は同じだということが言えるわけです。そこで、実際にこの行列 A をですね、簡約階段行列にこう直したものを A' としましょう。そしてこの時の階段の段数を R というふうに置きます。で、この時ですね、この A の K1 から KR というのは、要するにこの A の先頭列っていう列ですね。つまりこの段になっている列、これを A の K1 から A の KR という列ベクトルと置くんですけれども、まあ、これをA のダッシュの先頭、この A ダッシュの先頭列を取り出すと、実はこの階段になっている列ベクトルの個数っていうのが、A のランク R に等しいというのが、この元々のそのランクの定義から言えてるわけでした。一方で、その A1 から AN ですね、元の A の行列、A をなすこの列ベクトル A1 から AN っていうのは、これらの、簡約階段行列にしたときの、この、これらの R 個の行列の線形結合で表されるわけですね。ですので、前回やりましたこの定理 2.5
ていう線形従属に関する条件からですね、この元々の A の列ベクトル A1 から AN からですね、この R プラス1個以上のベクトルを選ぶと、まあ、それらが線形従属になるということが言えます。ですので、この A1 から AN、元々の A をなす A1 から AN という列ベクトルの中で、線形独立になるようなベクトルの組み合わせの個数の最大値は R であるということが言えます。ということで、まず列に関して、この性質を示しました。で、行に関してはどうやって示すかというと、まず A の行ベクトルについて調べたいと思ったら、この A の点字行列にしてしまって、そいつの列ベクトルを調べるってわけですね。で、なんでこういうことができるかっていうと、これは A の点字行列のランクは A のランクに等しいからっていうことで、まあ、行ベクトルについて調べたければ、点字行列を取って、列ベクトルについて調べましょうと。で、先ほどの列ベクトルに関する証明をそのまま使って、これを行ベクトルについても線形独立となるようなベクトルの個数の最大値は R というふうに出てきます。